お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのペック工場をやっていきたいと思います。さあ、というわけで珍しくね、僕ペックやっていくんですけど、まあ、工場ババが強化されたので、はい、せっかくなら使っていこうぜっていうので、ペック工場やっていきます。で、それで吹き矢型でね、今日やっていきたいと思います。吹き矢が強化されて、まあ、吹き矢ギャングのね、ゴルネイ型という、まあ、ちょっとレアな形だと思うんですけど、まあ、ギャングの枠とか別にゴーストとかでもいいんですけど、まあ、吹き矢いるならせっかくならギャング持ってきた方がいいよねっていう。まあ、吹き矢にウッド使ったら、工場ババプラスのギャングとかね、ゴルナイギャングとかがね、めちゃくちゃ刺さりますよっていうので、意外とね、この吹き矢とギャングの、どっちかにウッドとか、どっちかになんかやらめつかれたらどっちかが生きるよねっていう、この仕組みがね、めちゃくちゃ強いです。で、まあ、ファイボとポイズンはどっちでもいいと思うんですけど、まあ、吹き矢いるんでスケラに強いからね、ポイズンじゃなくてファイボでもいいかなっていう、体育ちょっと薄いかなっていうので、さあ、ファイボでね、やっていきましょう。で、まあ、工場ババ強化されたものの、わかんないですね。多分、工場ババ今まで使ってた人でも、わかんないですね。まあ、強化されてるんですけど、ダメージがね、突進ダメージがちょっと上がってます。はい、8% ですね。まあ、こういうのはガン虫でいいですね。はい。相手はラバープラスの、まあ、バルーンかディガーか、どっちかわかんないですけど、まあ、ラバーですね。はい。で、どうしようかな、これ。吹き矢とエレキ、同じとこにさ、なっちゃうの良くないかもしんないんですけど、まあ来たら延命してあげればいいし、吹き矢逆行ったんでいいや。で、これちょっと延命してあげたいね。吹き矢を延命するように前にゴールないと。で、ここダッシュも一応使って、このババがの、ゴルナイって、正面にしか行かないんですよ。前にしかダッシュしないっていうので、今多分ババがね、後ろにいたんで、後ろのババにダッシュしなかったんですよね。はい。というわけで、2体にしかダッシュしてなくて、まあ結構痛いんですけど、ガイン！いや、今のガインしてほしかったな。いや、これ、暇のザップ打ちます。暇ザップってことによって、結構入りましたね。で、まあ今回ラバルか。まあ相性いい気がしますね、これは。まあこっち、エレキと、まあ吹き矢。まあエレキと吹き矢、ギャングもいるんでね。言ったら対空3枚いるようなもんなんで、ファイボーもあって、相手陸薄いと。いうわけで、まあ神相性ですね。ぶっちゃけ。で、スケドラが今回サイクル上来るので、今は攻めないですね。はい。で、エレキは相手からしたらもうね、きついよねっていう。で、多分、ヤナアメザップのちょっと前に流行ってたラバルかな。なんで、ここまあ、スケドラ来てからのディガーとかだと思うんですけど、まあ、完全にね、延命してあげれば俺の勝ちだよねっていうので、さあ、まあ、最悪これ、エレキが残れば何でもいいです。はい。エレキが残れば何でもいいんですけど、エレキは残んないですね。流れ的には。で、スケドラにファイブ落ちます。まあ、ババでもいいんですけど、とりあえずファイブ落ちます。で、ゴルナイダッシュさせるか。シャアなしで。で、ダッシュさせてダメージ稼ぎます。いや、なんかさ、ゴルナイ、やばいよね。なんか、この試合もだしさ、結局ゴルナイのおかげで勝てる感、否めんすよね。マジ、ゴルナイゲーみたいなとこある。さあ、まあ、バルーン来たら、ファイボで守ろうかなとか思いながら、さあ、ええ感じにやっていきましょう。すべてを延命させたい。空ユニット。で、ここら辺にヤナアメとか来ると嫌なんですけど、まあまあまあ。さあ、あとは、しっかりここね、延命していきたいよね。対空ユニット。これだけできついでしょ。なんか来たらもうエレキで、ズシャン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 。てかさ、これさ、ババされたら相手陸受けなくね。で、これゴルナイさ、消えれるよね。でこれエレキでもう一回ええ感じにしたいね。延命したい。オーケー。さあ、エレキがインド殴って、ヤナアメ使ったらね、ギャング追加ですよねっていう、このね、仕組みです。オッケー。まあ、もうちょっと綺麗に楽に勝ちたかった気もしないことはないですけど、なんかエレキがやっぱ相手からしたらね、どうにもできないんで、エレキ一生延命させてあげれば、こっちのもんかなっていう。そうなんでしょ？まあなんか基本的に、相手が空だったら、まあ陸やっぱ薄いんで、陸ぶっ破しちゃえば、サイカーの折れなくても一時交換できるんで、なんかそんな苦しくないですよね。困ったらぶっ破しとけばいいっていう。さあ、折れなくてもこっちが折っちゃえばいいっていう。これ遅いんでドリルですね。さあ、まさかのゴブドリです。で、ゴブドリに対してはやっぱゴーストとかないんでね、ちょっと嫌ですけど、いやもうこれ鬼許容でいきます。はい。鬼許容の、ここでね、端前ウォールブレイカーが一番嫌ですが、来そうです。で、これは、受けます。はい。序盤はですね、そんなダメージ取んないんですよ。結局、多分テスラがね、まだあるのかわかんないですけど、序盤ってダメージ限られるんですよね。どんだけ形組んでも。そう、フルで防衛コスト使われるとやっぱ通んないので、ああ、いいフェイになってんだな。テスラの枠が。テスラ確保されたんでね、一応。まあ、序盤できるだけちょっと守っていきたいですね。はい。さあ、いや、ボンニー来たな。まあ、ギャングで、ええ感じにやりながら、ちょっと踏んで耐えるか。おい。まあ、ギャングがゴブドリの結構メタですよね。まあ、ゴブリンでもいいんですけど。さあ、結構面倒っちいの引いたっすね。で、ここ、端前オールブレイクが絶対来ると思うんで、一回止めてあげて、来なかったです。はい、ごめんなさい。あれ余裕で回ってないか。さっき、攻めてきたばっかでしたね。申し訳ない。ふぅ、いや、痛えな。もうこのボンバーですら嫌だもん。まあでも今回相手が、インフェなことによって、古城馬場がちょっと大変そうだね。相手は。そんな気がします。はい、まあ、それ以外は、まあまあだと思うので、まあ、古城馬場でインフェ使ってくれたら美味しいよなとか思いながら、やっていきましょう。それ、ザップこれはでも、ガインが届かんけど、まあ悪くはないと。さあ、で、ペッカがね、インフェにやっぱボコボコにされちゃうんで、まあ無理に出す必要もないと。いうわけで。なんかこれ繰り返してたら多分勝つそうだな、俺。攻める必要ない気がしてきたな。一生守ってくと、相手がね、やっぱ、ウッド系がないんですよ、ゴブドリって。そう、だから、だんだんきつくなってると思う。きつくなってくると思います。さあで、インフェとか出したいんじゃない？これ1周目の小島なんでね、しかも。なんと2周目いっちゃいます。はい。で、よいしょ。で、こういうのにね、相手はもう、インフェを出さなきゃ、ガイーンです。これ 8% 上がってます。だんだんどんどん苦しくなってます。小島ば飛ばすだけね。なんかきつくなってますね。なんでこう、インフェで、まあペッカがね、全然通んねえなとか、なんか腐るなって思ったら、まあそのカード出さないとか大事ですよね。よいしょ。さあもう小城馬場飛ばして、俺多分もう、なんだろう、あとこれ、ザップ打つだけでいいみたいなね。それで、今とか、こうね、インフェとか咲いたなって時とかは、まあペッカで攻めるとかね、いいと思います。で、これスケルトン部隊使ってくれる。さあ、このペッカ、相手はね、ボンバー、まあ、バルキリー、最悪ゴブドリ防衛が来ますね。よいしょ。で、これ、すべてやります。よいしょ。まあ、やる必要ないんですからね。あと300なんで、こう、ゆっくりね、もう早ボ削りしとけば負けねえんだよねっていう話なんですけども、まあ、せっかくなら突破したいじゃーんっていうので、レッツゴーインフェ。スペルのダメージがね、ザップ58ね。打っといてもいいんだけど、ウォールブレイカーがね、ちょい嫌ですよね。さあ、吹き矢で、ちょっと警戒しながら。ザップだけ打っちゃうか。うん。で、ファイボでもう削っていきます。これ多分、工場も相手も警戒してるんでね、なかなか通せないと思うんでね。あと、守るだけでいきましょう。オーケー。これ何です？吹き飛んで、残っていくと。なんかこの、やっぱ吹き矢がね、まあ、今回は偶然ではあるんですけど、多分ペッカ工場ってゴブドリにボコボコにされるんですよ、基本。だけど、まあ、吹き矢がいたことによってね、神優勝になりました。あざます。まあ、テスラがなかったのもでかいかな。まあ、ペッカもね、こう、やっぱ使ったことない方とかだったら、いや、むずいじゃんってなるかもしれないんですけど、この方だと結構やりやすい方だと思うんですよね。吹き矢ギャングで。そうそうそう。なんかどっちかにね、ウッド突かれたら、ヤナム突かれたら、どっちかこう、とりあえず後ろにつけちゃえばね、相手はきついよねっていう。まあ、吹き矢無双があるっすよね。さあ、これは、シャアなしのザップで守ります。基本的にゴブリンバレルは、ユニットで守りたいですね。まあ、なんですけど、サイクル上、シャアなしですね。これ2発でやれるようになったら熱いね、これ。前まで3発だったんですけどね。さあ、コカッちゃんです。まあ、コカッチャに対してはこんな感じでね、吹き矢がウッドでいかれるんで、まあ、工場ババリアンの後ろのギャングとか、その辺もちょっと狙っていきたいね。これ多分、高めバルキリーとかないと、ああ、そうですよね。しっかり警戒してますね。さあ、相手笑ってます。相手はもう勝ち確だと思ってます。これ、しばきますか。久々に来ましたね。なぜか自分が勝ったと思って勘違いしてるやつ。へへへ。今に見とれ。行くぜ。やべえ、これで負けたらどうしよう、俺。いやー、いいウッドするやんけ。防衛屋のお主。まあまあまあ。まあまあまあ。舐められちゃうか。よいしょ。さあ、これゴルナイね、左サイドにたまたま行ってくれねえかな。これ今右だよな。あー、やめてー。いや、これ吹き矢読みウッドとかさ、めちゃくちゃ天才だってくるんですよね。めちゃめちゃ天才だったね。うん。さあ、ちょっとだけ怖い。いやー、鬼教養やばいかな。やべえ。いや、ここは我慢すね、一旦。ふう。さあ、皆さん。大の大の大ピンチです。まあ、大の大大大ピンチなんですけど、勝てないとは言ってないし、エレキの反応遅いし、やべえ！いや、これマジで分からせます。はい。ガチで分からせます。このスケパレがね、めんどっちいね。さあ、いや、マジでね、勝つからね。いや、施設使ってほしいな、これ。さあ、ゴール内出しながら、ゴール内のダッシュでね、バレル一応は守れるんだよね。インフェかテスラか。インフェかなあれそれ甘えてねこれ、やったっすよ、相手。あー、でもいいね。いいカバーだ、それは。めっちゃいいカバーすんじゃん。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれ。話がちげえ。いやー、それはちょっと話がちげえな。いやー、来るの分かってたけど、いて。ちょっと待てよ。本気でちょっと話がちげえぞ。で、ゴルナイ出して、いや、おっきいな。後ろ行くな、あれ。ゴールない。ナイス。いや、熱いな、これ。いや、熱いな、これ。さあ、しかも、ゴール内のダッシュね、使いながらね、これ。いや、あるな、これ、マジ。マジであるな。もうゴール内が入ってます、今。ふう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 。今の5いらんかったね。さあ、これで完封できる。おれ。いや、ちょっと入ってんじゃん。しっかり抑えてくれや。しっかり抑えてくれや。いやー、まあまあまあ、許そう。ハシマンプリント被ります。よし。スケブかなんだいや、これさ、マジで歩くね俺、許さねえよ。煽ったこと。いや、マジで、しかもこれ、陸受けないよ。いやー、ちょっといい受けすんな、さっきから。あ、やべ。いや、もう一発耐えれる。でけえ。これマジ許さねえよ、俺。勝ったんじゃね？勝った説ない、これ。ダッシュ。あ、来た。ゴール内事故。ほれー！いやー、一緒に割るんじゃねえよ。オッケー！さあ、グッドゲームです。いや、ちょっと負けたと思ったな。これ。負けてたわ。ゴルナイナイスやわ。強すぎん。いやー、ちょっと、さすがに怖かったし、ちょっときつかったですね。まあでも、ギャングも、一応バレる防げますし、ちょっといい味も出してたのは出してた。まあ、だがしかし、さすがにきつかったな。フキヤプリンは。おい！いや、ちょっと枯渇多いんちゃう？まあ、あれか、プリン強化されたしっていうので。さあ、ユーノですね。ユーノはね、バグったままですね。結局このユーノのバグはなんか治ってないんで、どうなんだろうな、もう。わかんないんですよね、もう。仕様で行こうとしてんのか。多分今治せないだけだと思うんですよ。多分、いずれは治ると思いますよ。いずれは。わかんないけどね。なんも言えないです。知らないんで。まあでもさすがに、今バグってるだけだと思ってはいる。さあ、なんかすごい枯渇です。とりあえず枯渇です。吹き矢がいるんでしょうねっていう。こうやって吹き矢いなかったらなんでこれなのってなっちゃうんだね。さあ、アウトロー。いや、プリンまで出してくんのか。まあ、勇気で、ガイン！いや、ガイン欲しいな。さあ、まあ、これもまた同じで、アウトローも吹き矢も全部大変なんですけど、ええ感じにね、ゴブリンバレルは、してギャングとかゴルナイとか、ユニットで守って、攻めでザップ打っていきたいね。結局、勝てないのって、攻めでザップ打たないからなんで、防衛でやっぱザップとか打ってるから勝てないんですよ。さあ、どうしようかな。まあ、序盤は突破する気ないなら別にいいんだけどね。ゴリゴリ、防衛でファイボーとかね、打っちゃって。突破する気ないな、突破したいなって時はダメです。で今はこれ僕突破しないターンなんで、今前半ちょっと耐えたいですね。はい、次からはゴブリンバレルをまあなんかユニットで受けて、攻めでねファイブを打っていきたいですね。アウトローにファイブ打たないとやっぱ突破できないんでね。あ、これ美味しくね、バカ美味しくね、前半じゃね、おい、いやゴレないお前ぶっ壊れだなマジチャンピオンだから許すけど。さあ吹き矢で受けながら、あれ吹き矢、ちょ待って、俺の吹き矢さ、それは気悪くね。まあ、5打って、ちょっと待ってね。これたまたまペッカ一発入んねえかな。いや、入った。でかっ。吹き矢でちょっといい感じで強したかったね。いや、なんか相手さ、枯渇だよね。うん。なかなかバレル飛んでこねえじゃんっていう思いがあったよね。さあ、ムーと、アウトロー。まあ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 。無理せず行こうぜっていう。ガンガン行こうぜじゃなくて、無理せず行こうぜっていう選択肢で。さあ、これちょっとやばいです。鬼一回許容します。鬼一回許容して、走って、ハゲさして、おー、いいね。いいね、いいね。なんだこのダックプレも許容できそう。で、今、雪玉使ったんで、これぶっぱチャンスですね。はい。雪使ったら、これどうすんのっていう話なのよね。いやーでも、止められそうだな。いや、これ吹き矢でさ、終わったな。あ、待って、俺のエレキは見なかったことにしてください。勝ったんで許してください。さあ、まあ、というわけで、まあ、相手がね、吹き矢とか、ギャングとか、どっかにグッとまた言う、雪玉とかね、はい、使ったら、今みたいな追加ギャング、追加吹き矢、めっちゃ強いんで、はい、ぜひね、意識してやってみてください。まあね、ほんとそこだけ意識しちゃえばいいですね。なんか、小女パパがそれに意外といいんですよね。吹き矢ギャングのどっちかにウッドを使いがちなんですけど、やっぱ今みたいな小女パパの突進を抑えるために、雪とか、まあなんか、なんだろう。それこそウッドとか、やっぱ使うので、まあそしたらもう追加が止まんねえよねっていうので、さあ、ホガーですね。まあここはさすがにケツペッカ行きましょう。メガゴドはちょっと違うホグですけど、まあ、ホグ守ったサイクルなんで、なんも来ないでしょ。まあ逆サイなんか来たら適当にね、はい、守ってあげて、さあ、折りですね。で、ペッカとかも、結局、後出しなんですよ。今の状況で何が一番刺さるかって、逆サイ交渉なんで、逆サイ交渉します。よいしょ、これ、釣られないんでね、この位置。で、まあ、鬱陶しいだろっていうので、吹き矢ぐらい出すか。あ、エレキもいんのか、それちょっと話が違えな。まあ、ザップってもよかったけど、まあいいや。さあ、そうそうそう。いや、相手のだけちょっとわかんないんで、ちょっとだけ様子見っすね。で、ホグ、抑えたいね、ダメージ。いやー、いった!ちょっと今の痛えな。いいザップや。あ、でも結構入る、それ。いや、ゴブリンパンチ?ナイスパンチ?いや、でかっ。なんだろ、俺の子してる。守ってるだけなのに。さあ、ダークプリー歴メガゴホグのザップゴボリ。なんだろうね、これ。まあ、もう一個中型スペル、または、まあ、メガナイトとかは結構濃いよね。あとはなんだろうな、これ俺の位置甘えてたら、いやこれ走るはずなんですよ。俺の記憶が正しければ。これ走ってタワーに行くんですよね。ディーン。なんでだ?いや、わかんないですね。それはちょっと。内側のゴルナイだったから行かなかったのかな。逆サイドのゴルナイ。てか隅っこの、左隅っこのゴルナイだったら行ったのかなみたいな。その辺がよくわかんないんですけど。まあ今回ちょっと相手のリコ多すぎてやばいんですけど、ここ吹き矢とかにね、ウッドとか使ってくれたら、みたいなとこを考えながら、めがないときたらやばいよなって考えながらエリキ追加しました。いや、やっぱいるっすよね。なんかもうメガナイトの香りしてましたもんね。僕メガナイトホグだよっていう顔してたんで、行かないが正解でしたね、今完全に。さあ、ホグだけ一生抑えます。警戒して。いや、これ鉄壁っすね。ガチ鉄壁っすね、相手。相手もなんか一生攻めねえみたいな。これ、俺が攻めれば攻めるだけちょっとやばいっすね。ダッシュさして。あ、で、メガナイトか。まあ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 。いや、怖いね。怖いね。普通に怖い。ホグ、しかも、なんでこの鉄壁なんだっていうぐらい鉄壁なんだよね。まあでも、吹き矢とかなんか辛そうだよね、相手。これさ、一回ゴリってみる。謎に右サイド。いや、ダークプレイ歴だもんな。余裕で突破できないですね。一回我慢。いや、美味しい、その、芝。うん。いや、どうしようかな。多分、アイテム結構暇してるんですよ。まあ、一旦ね、ケツペします。やっぱ勝つためにはケツペしかないですよね。はいはいはい。いや、美味しい美味しい美味しい。あ、美味しい美味しい美味しい。これ、右のペッカに絶対手踏みたいと思うんで、ここでゴリブップします。鬼強です。なんなら2周ペッカありだな、これ。で、メガナイトぶっ殺す。やべ、ぶっ殺ろうとか言っちゃった。ぶっ殺ろうとか言っちゃったんですけど、間違ってないならいいみたいなとこない。で、ダックプリクル。いや、縛るなって、俺の、なんか、芝で勝ったみたいになるやんけ。やめろやめろやめろ。違う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 。その、ねえ。いい端前ペッカで良かったのに、芝5のおかげになっちゃったやんけ。はい、というわけで、今日はね、このペッカ工場の、まあ、吹き矢ギャング型ね、使ったんですけど、まあ、吹き矢ギャングがね、いい味出しますよね。本当に小型スペル使ったらどっちかが生きてきて、工場のね、後ろとかペッカの後ろにつけるだけで、まあ、よりプレッシャーになりますよね、と。まあ、テンペラのね、エレキマジアチャとかよりもね、使いやすいとは思います。多分。僕の中ではね。はい。なので、まあ、よければ皆さんもね、この方のペッカ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。